一アメリカ合衆国トと果センとは、アメリカ合衆国、ユーロ圏など多くの国で使われている補助通貨。ラテン語で100を意味する、ラ・セントムが語源で、基本通貨の名称は異なっていてもどの国でも、基本通貨の100分の1である。通貨記号はセントまたはー基本的にどちらも使えるが、どちらが多いかは国によって違い。例えば、 アメリカ合衆国やカナダでは、セント、ユーロ圏やオーストラリアやニュージーランドでは C が多い。なお、セントはセント以外にセンターボなどでも使う。基本通貨の通貨記号を10ドルのように数字の前に書くか、後に書くかは国によって違うが、セントや C は原則として10セントのように数字の後に書く。セントや C を使わず0.1ドルのように 基本通貨と二桁の小数で表すこともある。特に、ユーロ圏では、0.1ユーロのようにすることが多い。ユーロと、セントともに形状が C に似ているため、セントを記号で表記すると、かえって判読しにくくなるため、1ユーロの1、100の名称は言語によって異なる。多くの言語ではセントと綴られるが、その読みは言語によって異なり、ドイツ語では、セントのように発音する。 また、ギリシア語では、ラムダイプシロンパイタウ、フィンランド語では、セイニティになる。フランスではセントが、百を意味する日常用語で紛らわしいため、セントではなく、従来の三チームを使うと公式に決められている。ただし、EU の公式文書内ではセントを使用することが推奨される。同様に、スペインでもセントではなく、センティモが、イタリアではセンティーシモが使用される。 エストニアセント以外は、綴りはセント。似た名称で、基本通貨の1、100の補助通貨を上げる。多くはセントと同じクラテン語のセントムも,もしくは同じ、語源の100を意味する言葉か、あるいは直接にはセントに由来する。ありがとうございます。